はい、私は今ですね、一心さんですね、神戸牛のお店の一心さんに来ています。はい、それでは中お伺いしたいと思います。お邪魔します。はい、ようこそ。お願いします。はい、はい、すごい元気のいい店長さんですね。はい、店長さんの久坂さんです。よろしくお願いします。はい、じゃあ店内をちょっと見てみます。すごい赤を基調としたスタイリッシュでクールな店内で、とても元気が出そうなお店ですね。はい、それでは、はい、じゃあちょっと店長さんに少しだけ先に、はい、はい、お店のことをお伺いしたいなと思います。はい、はい、こちらのお店のテーマといいますか、まあ、はい、神戸牛、まあまあ和牛、黒毛和牛なんかを手軽に、まあまあ、お客様の目の前で炙って、どうですか、さっと出して、まあ、熱いうち、美味しいうちに食べてもらうのと、うん、であとは、まあ、手軽に串焼きで少しずついっぱいいろんなものを食べていただきたいなと思って、まあ、串焼きもいろいろ、種類いろいろ置いてます。そうですね、なんか神戸牛とかは、なんかちょっと手の届かない、で気軽に食べれないようなものと思われがちかもしれないですもんね。まあまあでも値段的にはね、やっぱりかなりいいんですけど、うん、まあまあそれをまあ少しずつでも、安く、まあ、串焼きで食べてもらうような感じでは考えています。はい、一心さんではもうね、お手軽に、はい、はい、いろんな神戸牛をいただけるということで、はい、はい、おすすめのメニューが炙りということで、はい。はい、まあ神戸牛の、あ、まあ、炙り、まあ、ミスジからマルシン、リブロース、それとあと宮崎牛の三角豚とか、いろいろ買いのみとかやってますので、はい、まあ、かなりいいのを置いてますので、安くやってますので。炙りは目の前で焼いてくださるんですもんね、はい、やっぱ迫力が目の前で焼いていただけると。まあ、あとはね、その焼き方もね、言うてもらったら、よく焼くとか、あ、レアで焼くとか、いろいろ焼いていただきますので、はいはい、好みでさせていただきます。あ、もう自分のお好みに合わせて焼いてくださるそうです。質問が入ってまして、 A ランクです、 A5 ランクですかというコメントが入ってるんですが、ね、まあ、その A4 の12クラス、まあ、A4、A5 と分かれてるんですけど、はい、A4 の4クラス以上が神戸牛になってるんです。あ、だから、まあ、そこはその入る時によって値段も違いますし、あ、まあ、だから A4 の、まあ、4番以上っていうのは、まあ、間違いない。あ、はい、証明書もついてくるので、はい、ちゃんとしてるそうですはい、あとこちらはドリンクもね、豊富なようで、フローズンマッコリという、ね、まあ、のがうち一押しで今させてもらってるんですけど、はい、まあ、よかった機会もちょっとさせてもらいますね、はい、これなんですけど、フローズンマッコリ、これはマッコリがまあまあ、シャーベット状、シャーベット状、はい、女性の方とか好きそうですね。あ、でもまあ男性の方もね、やっぱりお肉をやっぱりさっぱりするんで、うん、結構やっぱりよく出ますね。あ、初めて聞きましたね、フローズンマッコリっていうのは、はい、こんな変わったドリンクもあるみたいです。それではじゃあちょっとおすすめの炙りの方をちょっとご用意していただきます。はい、今日もお肉をいただきます。すいません、いつも食べてばっかで、はい、でこちらですね、こちらのお店ではお塩でお肉をいただけるということで、お飲み物に合ったお塩でお肉もいただけるということで、タレももちろんあるみたいなんですが、お塩でもいただきます。はい、三宮にありますね。はい、駅から近いですよね。はい、地下鉄の三宮駅の東口で、西口から近いです。地下鉄の三宮の東、西口からすごく近いみたいです。あとこのビールがですね、アジアビアカップ2014受賞のこのビールがとても安く今提供されているようなので、ね、これもすごい美味しいみたいなんですよ。もうギリギリの安いお値段でご提供していただいているそうなので、ぜひ
飲んでみてもいいかなと思います。はい、お塩がこんな感じですね。緑色が焼酎、日本酒に合うヒマラヤ黒岩塩です、はい、その他にもワインに合うお塩だったりビールに合うお塩だったり、本当にお好みで使い分けていただけるそうなので、お塩でお肉を食べるという機会ってあんまりないと思うので、すごいちょっと食べてみたいなと思いますね。はい、美味しそうですね。はい、美味しそうですね。こんな感じですね。見ていただけますか。はい、本当に。あ、これは、これは緑色なので、焼酎、日本酒に合う、先ほどご紹介したヒマラヤ。ヒマラヤ黒。あ、ヒマラヤ紅岩塩ですね。はい。はい、すごいいいお塩だと思います。はい。大体のご予算はおいくらですかっていうのは。平均予算ですね。ちょっと店長さん、今お料理の準備をしていただいているので少々お待ちください。大体ね、3500円から4000円ぐらいだそうです。一品メニューもすごく豊富みたい で、まあね、はい、いろんなメニューがあるようなので、炙りのお肉が出てくるまでも楽しめますね。はい、はい、すいません、はい、ありがとうございます。あ、ね、まあ、はい、今の分で、はい、こちらの方が、はい、まあ、お肉に醤油ベースのタレと、あ、醤油ベースのタレ、味噌だれと、はい、こちらのお皿に今 の、 あの説明してもらった五色包む汁を置いてもらって、あ、楽しんでもらえるのか、あ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと準備してますので一旦切らせていただきます。すいません、また後ほどお願いします。